刑に至る病。일단은집요하다집요하다는부분은본인이일단그범행대상자를타겟팅하면시간의구애됨없이끊임없이그사람을향한공격을어떤그준비를멈추지않는다그런집요함이돋보여요특별히그래요그다음에이제이사람의어떤그범죄의친밀성굉장히꼼꼼하게준비하잖아요뭐친절한그동네빵집아저씨면서타겟팅된아이들을대상으로해서부드러운표정으로매료시켜서결국은서서히나에게젖어들게만드는그런그집이라그것도일종의전략이고그다음에이제뭐연쇄살인범으로동서양을막는거나뭐다공통적으로이런공통점인데잔혹성살해하기직전에최대한거의학대그학대과정에서피해자가이겪는고통을즐기고그고통을즐기고또그피해자가살려달라는눈치를보면서내가저사람의생명을좌지우지할수있다는어떤권력적권력을참여하고즐기는그런부분까지여기가미되어있기때문에약간은좀더치밀하고좀더잔인한느낌을주는그런그이특징을가진영화가아닌가이영화는어떻게보면이범죄자의어떤그심리이범죄자가어떤그환경여건속에서자라나면서이상한형태의인격형성이돼가지고사람을끊임없이공격하면서그공격으로서살인으로서본인의어떤그자아를추구하는거거든요뭐이게왜이런식으로사람이갈수있을까뭐이런내용이런데다가좀집중해서영화를봐줘ある大学生のもとに届いた一通の手紙その差出人は久しぶりだねマー君24人を殺した連続殺人鬼だった君に頼みたいことがあってその9件目の事件は僕がやった事件じゃないんだどういうことですか僕以外の誰かが犯人だってことだよまだ本当の犯人はあの町にいるかもしれない死刑に至る病今それを知ってるのは君と僕だけだ